海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る、海と日本プロジェクト in 山梨。最後に海がある地域の子どもたちがやってきました。これからカヌー体験です。カヌー体験に参加するのは神奈川県横浜市の小学5年生107人です。この日は風もなく、湖面は鏡のようなミラーコンディションという最高の状態です。カヌーを操縦する時の目線は低く、湖面に座っているような感覚です。初めての子も経験がある子も、みんな一生懸命パドルを操作し、カヌーを思いっきり楽しんでいます。一応全体的に漕ぐのが楽しいです。子どもたちを指導するのはカヌーガイドの秋元雄介さん。秋元さんは父親の影響で小さい頃から常にカヌーのそばで生活をしていました。今では水に親しむ心地よい感覚を多くの人にも体験してほしいと、地元である西湖で活動しています。この日、西湖でカヌー体験をした子どもたちが横浜に帰って海と接した時、新たな発見や気づきがきっとあるはずと秋元さんは話します。船に乗ってこうなんていうんですかね、自由に進むっていうのは誰にとっても気持ちがいいっていうことだと思います。で、大人になったって気持ちがいいし、それはきっとその子たちが大人になった時の人生を豊かにしてくれるきっかけの一つになると思いますし、だから子供の時にやることに意味があると思うし、もう一つは環境問題ね、考えなきゃいけない世代の子どもたちだと思うので、こう早い段階からこう水に親しんで、っていう機会があるっていうのは、その子たちが大人になった時の未来を生きるものとして、意味があるんじゃないかなとは思います。海と日本。